ご視聴くださいましてありがとうございます。はい、前回のね動画に引き続き今回の動画は雑貨編ということでね紹介したいと思います。はい、よかったら最後までご視聴ください。はい、それではね早速じゃあ1点目紹介させていただきます。あ、ちなみにねこれ前回紹介したワンピースです。とっても気に入っているワンピースの一つです。はい、それではねじゃあ早速1点目から紹介したいと思います。じゃん、こちらです。じゃーん、じゃ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 ーん。さてこちらは何でしょうか。マイクではありませんよ。こうしたらわかるかな。これシャワーヘッドですね。はい、なんでこれをね買ったかと言いますと、あのアパートのねお風呂場にねシャワーがあるんですけど、ちょっとこれおしゃれなものにね付け替えたいなと思ってこれ選びました。おそらくね光る感じなんですよね。その、CE さん の写真を見ているとパッとねなんか綺麗な光を放つ感じのシャワーヘッドだったのでちょっと買ってみました。はい、よかったらねまたこれ面白い商品なのでね気になった方はね概要欄の方から見てみてください。はい、次はこちらです。こちらはね、お弁当箱です。よいしょ。はい、じゃあこちらですね。大きめのね、お弁当箱になります。色はね、選べませんでした。もうこの色でした。もう一点ね、いいなと思うね、大きめのね、お弁当箱。それはね、色がね、ピンクだったんだけど、ちょっとね、売り切れだったので、残念ながらこちらにしました。でこれねもうこんな風にしてここがパカッと開いてここにもうスプーンとか入れられるんですけど、これなぜかわからないけどこんなシールが入っていましたね。もうねスプーンとねお箸がねこう一緒にセットになっているんですね。これねこういう風に入れられるしね。でここねここ仕切りがねついている、これもすごくいいなと思いました。はい、これねまたお仕事にね持っていきたいなと思ってこちら選びました。はい、このシールは何に使うんだろうか。はい、次3点目、さっきね、最初にねシャワーヘッドをね紹介したんですけれど、こちらもね、お風呂場にねつけようかなと思って、アパートのお風呂場すごく狭くて収納する場所がないんですよね。シャンプーとかね置く場所が全然ないので、こちらをねつけたいなと思ってねこちら買いました。これでベッタンとね貼り付けるやつですね。これが2つついてて、ね、なかなかしっかりしてますね。これ結構大きいのでね、十分シャンプーとかコンディショナーとかね、いろいろ置けるんじゃないかなって思います。はい、お次はね、こちら、じゃーん。これはね、思ったよりね、小さかったですね。こんな感じ。手のひらサイズぐらいなんだけど、これはね、油をね、入れたいなと思って、こちら注文したんだけど、もうちょっとね大きかったらよかったなーって思いました。なんかこれもね、台所にポンってね置きたいなって思います。かわいい。はい、ねまたねソファーカバーを買いました。私ね CE さんで一番ねびっくりして一番ね感動したのが、なんといってもね洋服よりもね実はソファーなんですね。実はソファーカバーなんですね。これ3点目ですね。もう本当にね、どこだったっけ、ニトリとかいろんなところでソファーカバー売ってるのかもしれないですけれど、CE さんもねすごい安いんですよね。柄もね豊富に あるのでね選んでてね楽しいです。
こんな柄を選びました。ですごいもちもちなの生地が。私ねほんとシーンさんのねあのソファーカバー大好きなんですよ。こんな感じでねこちらねソファーカバー、はい次はこちらです。え何だったっけな、もうこれがもう本当に日本語じゃないもんで何だったかなって思い出せない、何だったかな、あ思い出した、時計ですね。あこういう風になっているんだ、あめんどくさいねこれ。これは本当にね時間がある時にねあの壁掛けの時計ですよね。またほっておくとねやらなくなっちゃうんでちょっと近いうちにねやってみます、時計ねつけますめんどくさいけどはい、そしたらね次はね今度はなんだ、これなんだ、これはあライトだ、照明だ、これこんな感じの、まあこれもね組み立て式なんですけどこんな感じで立てて、なんかね木みたいな形になるんですよ。ちょっとこれこんな感じで自分であれなんだね、形を整えるんだね。これがすごいねあれ針金になってるんですね。お、すごいねこれいいね、自分でさいろんな形に変えられていいですね。こんな風にねどっか飾ろうかなと思って、これは確かね電池とこういったねUSB っていうのかな、これ差し込んで使うやつですね。これはもうリビングかなんかに飾りたいです。はい、であと2点ですね、こちらです。これはね何だったっけ、あそうだ、電子レンジの上に、かぶせるカバーかな、ただのあれなんだね、布なんだね。私ちょっとあれかな、クロスみたいなビニールクロスかなって想像してたんですけど、これをねこう電子レンジの上に置く引く感じのやつですね。でここになんか入れられるようにポケットがついてます、はい、でもこれちょっと買ってみました、気になったのでねこちらをね注文してみました。これもねいろんな柄がありました。では最後になります、はい、こちらはね布団カバーですね、はい、かわいいです、すごい綺麗な模様ですね、はい、こちらもね、はい、使いたいと思います。ちょっとこれが失敗だな、ね、なんでこんなに大きい、こんな大きい枕あるのかな、はい、最後までご視聴くださってありがとうございました。シーンさんね12月12日からねまたビッグセールスが始まりますのでね、はい、よかったらそちらの方もね覗いてみてください。はい、ありがとうございました。またね、ハッピーライフ。